はい、皆さんこんにちは。魚と共に生きるです。千葉では毎日このぐらい大量の魚のアラが出ます。結構もったいないと思うので、今日はタイのこの中骨を使ってタイのカレーを作りたいと思います。じゃあ工藤さんお願いします。よいはい、それでは帰ってきました。はい、こんな感じでタイ綺麗に掃除してあります。これに軽く、塩を振っていきたいと思います。こんな感じです。これで10分ぐらい置いていきます。はい、じゃあ玉ねぎ切っていきます。はい、こんな感じで具材に揃いました。じゃあ今から煮込んでカレー作っていきたいと思います。はい、それでは玉ねぎ炒めていきます。タイの方にお酒だけちょっと入れておきます。はい、玉ねぎはこんな感じで完成です。あとはタイから出汁を取っていきます。はい、それでは20分ぐらい経ったんで味見していきます。めちゃくちゃタイの旨味といい味が出てます。じゃあこれをこして、これでカレーにしていきたいと思います。うん、はい、いいよ別に。正直人気やでいいよ。人気もクソもないけど、水溶き片栗粉で少しとろみつけていきます。はい、こんな感じでいいとろみがついたのでカレー完成です。スプーンは？スプーンあるよ。はい、じゃあいただきたいと思います。正直カメラ見やな、ちょっとでちょっとぐらいカメラ見やな。どこ見てお腹見たらどっちやねん。ご飯が柔らかい。優しいカレーやな。うん、おとなしいカレーやね。うん、こう見てね、パスタ一緒やん。うん、ドロッとで、ベトッとというかドロッと。これ玉ねぎとタイの骨しか入ってないね。これでも十分な。うん、上手や。うまい。うん、上手や。相当や、めっちゃ上からですね。これは酒に合うな。うん。
バーナーのこれちょっと違う、これちょっと春くらいでも、おでもでも、上手ちゃうか。